ヤッホーゆりです。 Hey guys! マケンチャンネル。ということで、本日はですね、妊娠まだ5週目なんかな、5週と4日ですね。正確な数字じゃないかもなんですけど、まあ、大体5週と4日ということでしたいと思います。体調は本当その日によってめっちゃ違うし、夕方がダメ。基本的に朝昼は平気で、なんかよくさ、お腹すくっと気持ち悪いって言うじゃないですか。で、私朝起きた時は結構平気なんですよ。朝起きた時も割と平気で、その後も全然ずっと食べなくても平気で、お昼ちょっとまあ食べようかなって感じでヨーグルト食べて、コロテンも食べたのかな、酸っぱいのが好きなので、で結構普通って感じ、割と正常な感じの。これがね、続いたらいいんですけど、やっぱ夕方がちょっと気持ち悪くなっちゃうんですよね。胃がムカムカしてっていう感じで、本当に日々そのなんか体調に合わせてって感じなんで、あとはまあ脳を騙すっていうんですか、お母さん、あ、そう、この間メイクしながらじゃないとメイク終わんないんだよね。私お母さんにね、お母さんにまだ報告してなかったんですよ。お母さんにまだ報告してなくて、この間お母さんに妊娠したことをね、言おうと思って、なんかお母さんに言うタイミングって検索したんですけど、赤ちゃんの心拍が確認できてからとか言うじゃないですか。あとは安定期に入ってから、まあ、やっぱり流産の可能性があるから、それを前にお伝えちゃうと流産しちゃった時にお母さんまで悲しい気持ちになっちゃうからっていうので、なんか安定期に入ってからがいいっていう人もいたんですけど、ちょっとさ、つわりとかが辛い時に人に話を聞いてもらったり気持ち悪いっていうことをなんか伝えられる方はかわいそうなんですけど、伝えて楽になっちゃう部分もあるので、いや、お母さんにはちょっといろいろそう、つわりとかの経験の話とかも聞きたかったから報告をしようと思ったんですけど、なんか報告の仕方もすごい迷って、一応妊娠検査のやつ、あれとあのエコーのやつ、でもエコーもまだ胎脳しか見えてないから見たって微妙なんですよ。なんか映ってないし、赤ちゃん映ってるのかもだけど小さすぎて分かんないから微妙なんですけど、まあ、一応持ってったんですけど、その日私地元まで行ったんですよ。地元まで行ったんですけど、まあちょっと地元とこの今の家が離れてるので、割と電車に乗らないといけないんですけど、それがやっぱ気持ち悪くなっちゃって、移動時間が電車とか苦手なのかな、わかんないけど何時間か揺られてたから、もう着いた時にはもう気持ち悪すぎて、お母さんベンチに座ってたんですけど、なんか私もお前ちょっと気持ち悪いから座っていいとか言って言って、どうしたのってなるじゃないですか、お母さん急に気持ち悪い時には炭酸がいいよって言われて、もらったんですけど、なんかよくわかんないんですけど泣いちゃって、何の涙かちょっと自分ではなんか、旦那氏に妊娠報告した時も何の涙かは自分でちょっと明確にわかんないんですけど、なんか嬉しいさんなのか、なんかつわりが辛いって泣いてるのか、なんか神秘的なことが体に起こってることに感動してなんか泣いてるのかみたいな、ちょっと自分でもよくわかんないんですけど、まあ、泣いちゃって、そしたらお母さんがえみたいになるじゃないですか、何精神的な問題みたいに言われて、で後から聞いたら、なんか旦那氏とのトラブルとか仕事のなんかストレスで泣いちゃってんのかと思ったらしいんですけど、なんかいや違うみたいになって、まあ、しばらくしてから、いやなんか報告するのは早いんだけどって言って妊娠検査薬を見せたんですけど、第一の言葉が、あ、やっぱりってとかじゃなくて、やっぱりって若干そうかと思ったらしいですよ。体調がやっぱり急に悪くなったりとちょっとよぎったらしいです。すごいですね、お母さん、おい、そんな反応かいってぶっちゃけ思ったけど、まあ、妊娠しない人だと思ってたらしくて、まあそうですよね、私結婚して4年だし、別にめっちゃ頑張ってたわけじゃないんですけど、妊娠めっちゃ頑張ってたわけじゃないけど、頑張ってなくもなかったみたいな、まあ、いつでもできてもおかしくない感じではあった感じなんですよね。だからお母さん的にはもうなんか作らないのかと思って、作らないっていうかできない体か作らないのかなと思ってたって言ってて、まあでも今はさ結構ね、子供産まない人だって多いじゃないですか、まあお金もかかるし、だからそういうもう人生の選択肢なのかなと思ってたって言われました。そんなこと一回も話したことないんですよ。ゆりたちは子供産まないのとか作らないのとか、もう産まない選択肢で行くのとか一言も言われたことないんですけど、まあちょっと気にしてたんですかね、お母さんなりに作んないのかなって言ったところでね、あれだと思うから、一切今まで言われたことなかったです、お母さんに子供作んないのとかは。
なんかそんな感じでしたね。皆さんはどんな反応だったんだろう。大体なんか TikTok とかでさ見るのはさ、お母さんにこうドッキリみたいな感じでさ反応見るみたいな感じじゃん。誰もやってみたかったけど、ちょっとね、一人で抱えられないから、そういう人たちって一人で抱えてると思ったらすごいなって思っちゃった。一人で妊娠発表するまでつわりで耐えてる、お母さんに言わずにっていうのがすごいなって思っちゃう。もう共感してほしいもん、つわりの大変さとか。誰かこのつらさを分かってって。まだ私5週目ですよ。わ、やば、もう怖えよ。7週目とか。すいません、洗濯機の音がうるさくて。怖えよ、もうこの先がと思いながらね頑張ってるんですけど。耐えるしかないってすごくないですか。生理痛も言うて耐えるしかないかもだけど、薬物があるじゃん。薬がないっていうのもすごいですよね。でもなんかつわりが辛くない日、つわりが辛くない日嬉しいけど、なんかあれ流産しちゃったかなとかちょっと思っちゃうのが怖い。不思議。つわりがあるからこそ、あー赤ちゃんなんか今作るために頑張ってるんだな体がっていう証拠じゃないですけどって思えるけど、全くつわりない時とか、亡くなっちゃった、流産しちゃったかなってかと思う。流産したらなんか血が出るんですっけ。血が出るかお腹がめっちゃ痛いみたいな感じだから、まだそれはないから大丈夫かなと思うんですけど、まあそんな感じで。お母さんの反応ですね。お母さんの反応はまあ最初はやっぱりみたいな感じで言われたんですけど、やっぱその後ちょっと会話を進めていくうちにお母さん急に泣き出して、なんかやっぱしすごい心配って言われました。やっぱ自分の娘が妊娠ってなると結構感動っていうか心配って言ってましたけどね。一番は心配なのと、なんかやっぱその神秘的なことが、めっちゃ噛んだ、神秘的なことが起こってるじゃないですか体に。それにやっぱ改めて感動してました。いや確かにそれは本当に感動ですよね。私も感動する、自分で感動したからね。自分の娘ってなると熱くなってきた。いや今熱くなってきたんですけど、もう私座り期間バリバリ寒いんですけど、一緒の人いますか、妊娠してない。もう本当に寒いんですよ今。久々に T シャツになると、もう寝る時もあれ、私が持ってるパジャマの中でナンバーワンぐらいのモコモコの毛なんですよ。あれプラス上に中にヒートテック着て、プラス上にモコモコのゼラピケのパーカーを着てるんですよ。それぐらいめっちゃ寒いんですけど、私なんか卵でも産むのかなって感じ。鶏みたいな感じで、とりあえず寒すぎてしんどいっていうのがナンバーワンの辛さかなって思います。食べれないものっていうのもそんなに食欲あるのかないのかも正直分かんなくて、なんか私この間もね YouTube にあげたんですけど、食べてるものとかをメモしたりしてるんですけど、食べてるのが食べれてないのか分かんないですよね。とりあえずお菓子はやめようと思って、なんか見るもの全て食べたくなっちゃうんですけど、いやーでもなんだろうな、そんな食べてない気がするんだけど、なんかデブの言い方であれなんですけど、なんか太ってる気がする。太ってるんですよ。でもなんか運動してないからなのかな、わかんない。なんかそんなに爆食いしてることは今まで普通になくて、こう食べ過ぎなのかな。なんか自分の中ではいつもの食事ではむしろ食べてない方なんですよね。食べてない方なんだけど、なんかなんだろうな、運動してないからなのかなっていう、なんかすっげえ太ることに対してめちゃめちゃ恐怖心があるんですよね。どうしたらいい、これ本当に太んなくちゃいけないじゃん。でも今体がやっぱりさ、運動し全くしてないんですよね今。1ヶ月ぐらい、妊娠知る前からも運動してなかったから、レッスンとかなくて、太ることが怖いから食べるのが怖いんですよ。それが不安かな。どれくらい太ったらいいのかもわからないし。でもなんか割とさ、つわり中ってさ、みんな気持ち悪くて食べれないって言うじゃないですか。いつさ太るの、妊婦って。そう思うとつわり終わったらお腹すくの、いつお腹すくの、みんな。なんかそう、マジで不思議。なんかつわりのね、人のなってる YouTube とかみんな見たけど、いや食べれないとか、食べれるものが少なくなっちゃってるとか、吐いちゃうとかで、あれそんなに逆に食べれないんじゃないみたいな感じだから、いつ太んのって思うけど、どうなの、そこは。2人分のやっぱ栄養を取らなくちゃいけないからさ、お腹すくみたいなことは聞くけど、てな感じですね。なんかほんとさ、メイクしながらさ YouTube 撮りたいんだけどさ、なんか化粧を
をやるタイミングと話すタイミングがむずい。みんな容量いくやってんのすごいな。よし、さてお化粧が終わったのでリップを塗って、私口切れてる、痛いよし。ということで今日の YouTube 動画はこんな感じで終わりたいと思います。最近思うことは、髪の毛を切りたい、髪の毛をショートにしたいということで今日の動画はここで終わりたいと思います。皆さんどうもありがとう。妊娠生活頑張ります。またねー。